まず問題説明しますね。a 分の b プラス c イコール、b 分の c プラス 13a ですか？イコール c 分の a 引く b が成立するとします。で、式の値っていうのはこれイコール k と置きます。で、この k を求めるっていうのは問題です。で、これ実はかなり昔の大学の入試問題です。でですね、で、と置きます。もう何十年前ですね、これ多分。それで、これちょっと整理しましょうか。どうしようかな。払って A をこちら払って AK にしますね。引く、B 引く C が0ですか。それからこの BK を払ってってしますから、マイナス 13A、プラス、本当は KB って書いた方がいいんですね。ここを KA にしましょうか。で、マイナス C が0ですか。それで CK ってして、だからこう KC ですよ、この調子でいうと。で、ここプラス B でマイナス A であってますか。これが従います。必要条件ですね。いいですか。これ必要条件です。でですね、大事なのはですね、これ ABC 全部消えてないってわけですね。で、特にこの ABC っていうのが0だけとないですね。それで、ですから、これに、こういう解が、これ政治方程式ですね。書くと、K のマイナス1、マイナス1、マイナス 3K、マイナス1、1K ですか。こんな感じですか。これに、ABC 書けたら0ですね。これに、これ政治方程式ですね。政治の方程式に、自明じゃない解があるわけね。存在します。ですから、その必要条件は、必要準備条件ですけど、まあ、必要条件でいいですけど、これが正します。K のマイナス1、こんなの計算できるかな。マイナス13の K のマイナス1で、マイナス、これ以降0が従います。で、これ計算しましょうか。って感じですけど、できるかな。すごく心配なんですけど、これ大変なんじゃないの。ちょっとなんか呆然としてますけど、どうやるかな。どうやってやろうかな。困っちゃったね。これ3行1行に立ちましょうか。まあ、それが3行を1行に足すと、K マイナス1の0の K マイナス1ですか。こうなりますか。そしたらこの K マイナス1が見えますね。この1行は K マイナス1かける101ですから、
書くと、これが、k マイナス1の101ですね。ですから k マイナス1出しちゃって101のマイナス13の k のマイナス1でこうなりますか。でそれでそうするとここを引きますか。1列を1列からあ1列あ3列から1列引きましょうか。大丈夫かな。100でなんかできそうですね。マイナス13の k の引くとどうなるの。12ですか。どう大変で、で1行の4次展開すると、あ、なんか希望が見えてきましたけど、どうなるかと思ったけど、でそうすると k マイナス1のどうなるんだろう。 kk マイナス1マイナス12ですか。そうするとどうだろう。 k 次乗マイナス k ですか。マイナス 12k マイナス1の k マイナス4と k マイナス3ですか。あ、 k プラス3ですね。これ 3つ可能性がありますね。ああ、大変です。まあ、で必要条件として可能ならば可能なのは1と4とマイナス3であることが分かりました。でなぜこれ必要条件だって言ってるかというと、もしもですね、これ使ったのは ABC がどれか一つゼロないというのがあるという条件です。それがこの条件と必要準条件ですね。でこれ式の値ってこう書いてる以上、 A も B も C もA も B も C も全部3つゼロでないということが必要です。まあ、というわけでこれからこれ導いたときにちょっとそういうギャップが生じています。ですからこの14-3の解を全部調べる必要があります。いいですか。そういう大変な問題であるんですよね。それで今日のところはここまでにしまして、とりあえず、だから以下各自k イコール14-3の消しちゃったけどの時の解をすべて求めてください。そしたら十分であることがわかります。要するに3つともゼロないという解が出てこないとまずいわけです。で今日はこれの問題はここまでにしましょうか。次回解説を作ります。